少年がその可愛くて不思議な生き物に出会ったのは、嵐の過ぎ去ったサンゴ礁の砂浜だった。それまでクーは目を閉じていて、その時初めて開けた。そうだよ、おめでとう。え、お前はなクーの母親に選ばれたんだよ。あんた一体誰？キャシーと呼んでくださって結構よ。育てたら海に返してやること約束するよ。美しい、かわいい、素晴らしいじゃねえか。うん、最高さ。どっから来たんだろうね。うん、どっか知らない遠い海からとしか言えないな。いつまでもずっとそばにいてほしい。